花水木は花城城の西角です。花城とは文字通り花城の西という意味ですが、門は実際には要塞の北西にあります。要塞の真西に発達山の頂上があるからです。花城城の4つの門の1つ、花城ゲットは1796年に建てられました。花城ゲットは比較的保存状態が良かった。そのため1964年に宝物第403号に指定されました。木造りパビリオンと石造りのアーチは1975年に小規模な修理が行われました。門の外には広い平地があり、そのため周囲を監視するために背の高い女北甲シムドンが建てられました。チャンアン月とパルダル月は同じ門ですが、チャンリョンムーンとファソムーンはレベルが低いです。石造りのアーチ、木造平屋建てのパビリオン、そして門を守るのに役立つ半円形のレンガの壁。ファソムーンゲートは当時の姿をよく持っており、18世紀のシンプルかつ詳細な建築技術を示しています。ファソゲットを一緒に見ると、隣接する北西の望楼と花城城の最も象徴的なシーンの一つと考えられています。工事に携わった方々のお名前、門の石垣に刻まれています。当時ソウル、ケソン、カンファ島の石倉が参加した。工事完了後、パクサン・ギル氏は石倉の中で最高賞を受賞した。変額はチェジェコンによって書かれました。花城城の総支配人、しかしオリジナルは残っていない。ソウオナ城城ではファスムーンゲートが最も近い距離にあります。花城カリミアと発達山から、言い換えるとここは聖祖が滞在していた場所に最も近い門です。そして中ソウオは韓国の朝鮮王朝の王でした。これは証明されていて、それは花城門の周囲に市場が形成されなかったことによる。なぜなら花城カリミアに続くハンクンドンのハンリーダンキルファソムーンゲートから始まり、中ソウオが通る重要な道だったと推測される。私はそう思います。ファソムーンゲートは一般人が通る門ではありません。王を守るための防御門として使われていました。事実を表す構造になっています。ファソムーンゲートの特徴の一つ、発達山の近くにあるということです。発達山へ登る途中、発達山に続く素晴らしい城が見えます。現在ファソムーンゲートを通って花城カリミアに行くことができます。スウォン市ハングンドンのハンリーダンキル沿いを歩いています。発達山に登れるからソウオナ城城で、ファソムーンゲートは最も人気のあるホットスポットです。花水門の周りには整備された公園があります。特に花水木公園周辺はススキが生い茂っています。これがさらに強調される。その花水ゲットは歴史的な場所です。火災門から発達山の頂上までのルートは多様です。言い換えると、発達山の頂上に登るには3つの方法があります。具体的に言うと以下の3つの方法があります。発達山へのハイキングコースの利用方法、水原花城の城壁に沿って頂上に行く方法、花水木公園を散策して頂上に登る方法、